永州島は、大韓民国の陰川広域市政法、公海の景気湾に浮かぶ島で、陰川国際空港がある。行政上は、陰川広域市な各永州道、流遊道に属する。埋め立て前後。A、旧永州島 B、三木島 C、滝木仏島 D、流遊島 E、海骨島もともと、この場所には、東北部の永州島、西南部の流遊島をはじめ、三木島、 滝木仏島などの島々があった。1990年代に、インチョン国際空港建設のために英州島と、琉遊島との間の海面が埋め立てられ、これらの島々が一体となった。旧英州島に、白雲山や石毛山、旧琉遊島に五星山がある。島の南には、舞木の島や、尾島がある。また、島の北には、新島。 や島などがあり、その先には、高架塔がある。本土とは二本の橋で結ばれている。北側の永州大橋と南側で松島新都市との間を結ぶ二川大橋である。永州大橋は、陰町国際空港高速道路及び、陰町国際空港鉄道、二川大橋には、第二系人高速道路が走っている。地元住民の足としては、二川港の月日島船木場と、 英州島分歴場の間を往復するフェリーも利用される。旧英州島、竜遊島は、インチョン国際空港ができる以前からそれぞれ、有人島であった。旧英州島には、白木の元暁が創建したと伝える、古刹、竜宮寺がある。また、海水浴場などがある。旧竜遊島には、左ン山、おつさ寒、竜遊ぶ海岸、町蘭などの海水浴場がある。 19世紀に建てられた監獄や3.1運動の際にこの島で島民が起こした運動を記念する石踏み、朝鮮戦争時に北側占領地で活動した韓国軍ゲリラ部隊の中根碑がある。現在、セガサミーやマルハンが外国人専用カジノを併設した統合型リゾートの建設を計画している。セガサミーは韓国でカジノ、ホテル事業を行っている。 パラダイスグループと合弁会社パラダイスセガサミーを設立し、インチョン国際空港房に韓国発の統合型リゾートパラダイスシティを2017年春にオープン。ありがとうございます。